皆さんこんにちは。川口湖猿回し劇場から今日もぶっちゃけ生トークということで、猿回しのいろんなお話を皆さんに聞いていただきたいと思います。前編を前回放送しましたので、はい、今日は後編ということで、同じメンバーに集まっていただいておりますので、まずは自己紹介からいきましょうか。どうぞ。野口五郎です。吉川英治です。所ジョージです。シュウペイでーす。以上、楽屋からのぶっちゃけ生トーク終了で終わりですか。終わりですか。もうこれでちょっとね、シュウペイみたいな会話をいつも心がけておりますやってますね。今日口引きっていただくのはゴロです。ね、いや今またいい状態になってきましたよ。チョロマツくんの隠れ場所はもう毎朝もう楽しくてしょうがないみたいな。チョロマツはだんだん毎日長くなってきたね、遊ぶ時間が。あそこで、ああそうです、ね、だいたい10分ぐらいなんだけど、今日なんかもう15分ぐらい、もうあい次行くよって言ってももうなかなかもう進まない。口いっぱいにもう草をね、溜め込んで、そして道路に吐き散らかしながらダメじゃん。そうです、チョロマツ栄養分だけをねしっかり噛んで、うん、そして草を道路に撒き散らかしながら、そうです、あと通ったら分かりますね。そうなの。あ、チョロマツくん散歩したらあそこ通ったら、ここ通ったら残ってんだ草がね。噛み散らかしたのが、なんであんなに食べるんだろうね、お猿さんって草、うん、でもね、たまに、いや、この草美味しそうだよって俺渡すんだよね、はい、そしたら、匂って捨てるんだよね。え、なんかよく、やっぱりありますね、あるある、うん、お猿さんあるわ。そう、やっぱりね、あれはすごい能力だね、うんうん、そうですね。いや、これ絶対青々として、これなんか美味しそうだよって言うんだけど、うん、違うんだよね、やっぱ彼らはちゃんと分かってんだよね。そうですね、栄養のあるもの、うん、美味しいものってのは分かってる。いや、丸も確かになんか草選んで食ってるけど、選ばないで九太郎だけだろ。タンポポから何から食ってるけど、よく俺動画で見たよ。そうですね、タンポポも食いますね。ね、あの葉っぱ、みんな食わないよ、あれ。あ、タンポポ食うよ、チョロマツも好き。あ、チョロちゃん食います、ね、ここのタンポはみんなチョロマツ食ってる。食って歩いて取ったから、もう。あ、そうなんだ。ってないです。あ、じゃあマロまだ、まだ分かってない。経験してないんだ。はい、うん、大体タンポポと、あとクモは、チョロマツ、九太郎、文太、この3頭が取り合いしてるからね。クモね、クモもかなりいなくなってる、ね。はい、だいたいこの3頭が通った後はだいたいクモが減ってるという。そうですね、まあ、皆さんね、そういう話をご存知の方もいらっしゃると思うんですけども、お猿さん結構雑食なんで、そうですね、肉類は食べませんね。食べます。肉類食べませんし、もちろん魚とかもあんまり食べるというのは、我々の世界ではちょっとないですよね。ないです、うん、ちょっとやっぱりね、骨もあるんでね、はい、魚の場合はちょっとかなり。ただし、うん、例えば赤土だとか、うん、土食べます。昆虫ですよね。昆虫食べますね。俺は結構いろんなもの食べますよね。あ、ちょっと皆さん紹介していただけますか。うん、赤土はやっぱりなんかね、本当にこういつもこの赤土の方が美味しそうなのになっていうのに、やっぱり彼らしかわからない、うん、そうですね、ね、土選びます。興味示すもの、すっ選びますね。示さないもの。あ、朝にはだいたいあるでしょ。あ、そう、それ用にもその土を調べて、うん、この土は絶対お猿さんいいんだっていうんで、そのためにあれ1トンぐらい買ったんじゃない。1トンぐらい買いました。で、あれを確か俺熊本から帰るときに川口湖にいつも箱に入れて持って帰ってくるもんね、はいはい、あの土はね、芋と一緒に持って帰ってもらうので、あの土はやっぱりまだまだありますし、うん、ジュニア君、ジュニア君が阿蘇にいるときにそこの土を一個食べて、うん、いつも同じところの土食べてちょっと穴が開いたんですよね、うん、でそこをみんな家から見てて、うん、もう塩太郎もそこに行くようになって、みんなでその穴をちょっとずつちょっとずつほじりながら、あ、そう、穴が大きくなってます。あ、そう、はい、あ、そうです。あそこは特に豊富だしね、はい、あ、うん、こっちもね、土やっぱ食べるんだけど、昆虫かな、蜘蛛食べるしね、バッタ、あ、バッタ、とにかくね、バッタをね、カマキリ、カマキリ食べるわ。すごいね。あとセミ、あ、セミいないけども最近
夏ぐらい。この辺にもいないんですよ、あんまり。セミ鳴かないよね。鳴かないですね。ただバッタはね、バッタは飛んでるから、まあ、ちょこちょこだから捕まえるの早いよね、お猿さん。引きちぎって食べる。それか知ってます、あのカマキリはあの卵をあの木の枝なんかに産みつけるじゃないですか、うん、あれはまあよく取ってますね、うん、これね、あの、うん、要するに卵をその取ってやると飛びますよね、うん、ああそれは、いやいや木についてるよ、うん、あそうなんですか、うん、多分キュウタロウ取ってるよ、多分気づいてないだけだよ、うん、あそうなんですね。それからね、ミノムシ、あそう気持ち悪いよね、あれいや、ミノムシに悪いよね、そうね、うん、ミノムシって、それはね食べるんですよ、ね、それは多分知らないでしょ、はい、アリ好きなの知らないでしょ、いや、あ、まあんま知らないですね、今おそらく食べるおさんいないでしょ、うん、いないですね、いや私も今もう4代目ももちろん食べないんですけど、うん、初代の長老松はもうすごかった、アリ、もうアリをもうバンバンもうアリの巣見つけたら、うん、手でこうやってああ潰しながらもう、すごいな、初代はすごく食ってました、びっくりしました、種類関係ないんですか、ええ、もうアリの巣を見たらもうわーっとこう転がしてこう潰しながら、すごいなそれうん、でも今のちょっと最近の、まあ、俺は2代目も食べてたから、3代目4代目は全く食べてなかったね、今の4代目も食べないし、うん、アリ見たことないね、キュウタロウも食べないです、ね、アリも見ないですしね、アリも見ないしね、まあ、ユージカメムシ食うんだよね、あこれなんか似るね、似るそう確かにね、俺も好きなんだけど臭いんだよこれがね舞台中に酔うんですよ口が、ね、楽屋の外から入ってきた時に絶対いるもんな、やっぱりこの猿回しの芸の特徴は、あの他の動物を使って行う、芸だとか芸能だとかショーだとか基本的に決定的に違うのは、あそれ言えますよね、餌で釣るということじゃなくてね、はい、まあ、よくアシカとかはね、イワシをあげたりとか、いるかと、よくできましたら、よくできたらどうぞって言って、うん、ご褒美でイワシとかアジとかあげたりする。イルカもそうなの、あそう、イルカもそうですね、こうイルカって言わないんだ、いや魚イルカ、いやたまにいますよねイルカとか、イルカはねいらねえやつもいるとかね、これ食べ物を食い飽きたってあるのかな、どうなんですかね、実際もしやってみたらうちで餌付け、いや、うん、もうそっちに集中して、ゲーちょっと緊張感が、小沢さんの緊張感が解けるだ、うん、もうなくなって、うんうん、やっぱりお客さんも間延びするだろうね、うんうん、やっぱり大事なところでちょっと緊張感がなくなってしまうだろうね、うんうん、まあもちろんちょっと前はまあリラックスタイムっていうんで、夏休みとかそういう時は暑いから体を拭いてあげた後にちょっとヤクルトを飲ませる、そういう可愛いシーンも、うん、まあ持ったりもしてみたんだけど、別にそれいけないわけじゃないんだけど、うん、まあそれは別に全く否定はしてないけど、食べるものはちょっとなんかやっぱり抵抗があるかな、うん、まあヤクルトはね、ずっと我々お世話にあげてますけども、はい、別にたくさんヤクルトを使ってるからっていうことで、ヤクルト本社から何か、はい、お届け物があるとか、はい、いつもありがとうございますとか、ええ、いうことはあんまりないですよね。ないですね。まあ、一応舞台では CM 欲しいからってこうやっていつもお客さんの前ではヤクルト関係者の方って言うんですけど。ただね、私ね、一点ね、玉乗りのことをね、乗り玉って言ったことあるんですよ。ああ、知ってますよ。乗り玉って言って、乗り玉の宣伝してたんですよ。玉乗り次は乗り玉でーすとかってやったら、うん、なんと乗り玉の会社がありますよね。丸宮さんね。ご飯の上にかける。丸宮さんのね、丸宮さん、いらっしゃってましたね、ダンボールで丸宮さんから乗り玉が届けられた、本当ですか、そういうことありました、本当に、去年お通しも来たよね、麻婆豆腐、その時は私は麻婆豆腐を持ちながら全然出たんですけどそれからね、なるほど、山崎パンもちょっと、ああなんかすごい、もう私やりました、すごいですね、すごい、工場の方たちの社員旅行ですごいパンをいただきました、ね、はい、そんなに喜んでいただけるんだなっていうんで、来られるたんびにね、何箱もね、わざわざ持ってきていただくとか、そうから、ちょっとこれに食べ物じゃないんですけど、
コシノカンバイというお酒のメーカー。ああ、コシノカンバイ。いや、当時の方がいらっしゃった。あ、これ、コシノカンバイじゃないですよね。いや、コシノカンバイ、コシノカンバイ。あ、そうですか。はい、そうよ、コシノカンバイよ。新潟の、あの、うん、あの時にお酒を置いていかれた時ね。うんうんうん、はい、いや、皆さんが職員旅行で。そう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 。当時の。あ、その時、レイジいたんだ、こっち。あ、音響やってました。ああ、そういう。まあ、ぜひ。あのヤクルトさんと、はい、車とそのお世話になっているトヨタ、三菱、日産さんにはね、だいたい私は車関係があれなので、その話ちょっと、舞台でやるんですよね。その話ちょっと一つだけ、俺あの昔レイジ一緒に行ったよね、トヨタの仕事にね、はい、行きましたね、はい、あの時にね、堂々と同じ日産の車で行ったね。ああ、行きましたね。私も相手のトヨタの仕事行くときはきちんとトヨタの車で、いや、そうなんだよ、ちゃんと行きましたよ。やばい、日産の車で来てしまったと思って、そういう今みたいな。まあさすがトヨタの懐の古さ、広さですよね。はい、それ闇もあれにあったんですよ。やらないです。でももう一人一番メインの、実は私チョロバトの後にメインのタレントさんがまあいらっしゃったんですけど、はい、まあ、今たまに活躍されてます。その方はホンダの車で来てました。それもよく覚えてます。これまずいだろみたいな。話が随分な。そう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 。すいません。あの、食べ物ですよね、今日。食べ物。食べ物。番組屋さんからね、車、はい、ちょっとあのずれちゃいましたけど、はい、まあやっぱり非常にちょっと気をつけてるのは、あの現役のお猿さんたちの体脂肪率が、ね、時々あのお医者さんなんかで健康診断していただくんですけども、はい、非常に体脂肪率が低い。これはあのまあ日体大に。いやいや、チョロバスは本当にあの私舞台で紹介しますけど、もう本当に 2%3% でしょ。はい、はい、もうそれはあの京都大学の先生がおっしゃってましたけど、通常の野生のお猿さんはやっぱ 30% とか 40%、うん、それがないと当然この極寒の日本は越せないっていうことですよね、当然普通野生で言うと。でもやっぱりうちのお猿さんたちはやっぱり相当鍛えられてるし、そういう意味で本当無駄な肉がない。お腹はねちょっとポチャッとしてるように見えるけど、ほぼ体脂肪率確かに見てもらった時 2-3% しかないんじゃないって、間違いなく。それ分かる気がする。キュータローもじゃないかな、一桁じゃないかな。そうですね。いや、ていうかどのお猿さんもほぼそうや。やっぱりみんなそうだよね。だから本当内村航平さんと同じだよ。2.5% なんで。うん。筋肉だもんね。そうですね。筋肉。筋肉マンです、ね。うん。レイさんも鍛えられてましたよね。レイさん、ね。いや今も鍛えてますよ。うん、あ、今も。はい。ただ体脂肪率は。ちょ、体脂肪率。またそこの話に行く。走ります。野生の猿と同じ。気をつけて本当にあげたいところですよね。そうですね。どうしてもこうね、人間はこうそういう普通に自然にあのスーパーとかであるようなものをね、これは美味しい、当たり前に美味しいと思ってあげたら喜ぶと思ってるけど違うんだよね。違いますね。やっぱお猿さん本当にあの知ってる、あの求めてるものっていうのはね、そこをやっぱ気をつけないと、やっぱりうちはね病気やっぱさせたくないし、お猿さん食べ物で食事やっぱり病気になるからね。ああ、そうですね。うん、やっぱりこれはちょっと気をつけたいなと、うん、よくはまあこの前もコメントでちょっとポテトチップスとかあんまりね、ああ、しよっけ、うん、塩分がなかなかお猿さんはこう吸収しやすいらしくて、うん、気をつけてくださいっていうコメントもいただいたので、うん、それはありがたいコメントですね。気をつけなければ、ね、いけないというふうに思うんで、まあもちろん上げすぎてはもちろんいませんけど、そうですね、たまに上げるぐらいですね。そうですね、うん、それはやっぱりね、俺たちは良かれと思って上げてしまうけど、うん、やっぱ結末としては絶対いいことにならないから、ね、そうですね。まあ我々のお猿さんの研究をされているいろんな大学の先生方とか、はい、それからザイヤの研究者の方とかと、いろんなお話を聞かせていただくことがあるんですけども、はい、大体お猿さんっていうのは野生では20年生きたらやっぱり天敵もいますし、そうですね、住む場所も狭くなってきたということで、20年も生きれば十分ということなんですけども、15年ですよね、15年から20年ですよね、大体平均って言われるんですよ、大学の先生たちが。ところがうちのお猿さんたちは一番年齢が今まで、取ったお猿さん34歳、まあ、4歳、
これは多分下手したら本当に日本一だと思いますよ。10兵衛はね、はい、私が入門した時に一緒に来ましたから、10兵衛が2月に京都の方から来た時、私一緒にその時に入門しましたんで、はい、その10兵衛君をまあ3歳か4歳かけるって言うじゃないですか、ね、はい、4歳って言われますね、大体。そうすると132歳チョロマツも29歳まで、ね、29歳と、8ヶ月。これが初代ですね。2代目もまあ28歳まで行きましたから、うん、みんなそういうふうにはもうあの20歳以上ね、うん、あの平均するとあのみんな元気にあの生きてくれ くれている、はい、まあ、そこはちょっと安心してるんですけどね、はい、それが20歳をオンと下回る、平均下回るということだと我々も反省しないといけないし、はい、そうね、気をつけないといけないと思うんですけど、いや本当に20歳の若いとも本当にもう残念でしょうがないですよね、うん、もっと長生きさせてあげたかったっていう、はい、まあできればやっぱり、まあ、これはまあ私の考えですけど、やっぱり現役頑張った分やっぱり引退後も同じ10年頑張ればやっぱり最低10年は引退後も老後を楽しんでほしいし、12年頑張れば12年頑張ってほしい、最低でもね。それはありますね。いうふうに思いがあります、うん、引退してもすっごく、うん、あの、まあ、頑張ってほしい、うん、長生きしてほしい、で今のちょろまず 40歳あ、本当だ、20歳なんか40歳戦の気がするんだけど俺より長生きするんじゃないかな。引退しちゃうとついつい頑張ったから美味しいものを食べさせたくなるんですよ。そうね、ちょっとまあ餌の量もこいつ頑張ったからいつも落花生3つなんだけど今日は5個にしてあげようとかってね、分かるんだけどな、うん、まあそれはありますよね。あります、今日舞台頑張ったからみたいな、うん、今現役で言えばね、もうポンちゃんもチョロマス1つしか買わないんで、実際ね。そうそうです、実際ポンちゃんも10もう今年19歳になるし、はい、ね、そして九太郎も17歳でしょ。17歳、そしてあの引退したばかりのユージ君だってね、はい、あれ17歳ぐらい、17歳ですね、うん、今年18歳です、まあ、考えられなかった、はい、今年でまで今は現役を続けていると。そうですね、ジョージさん何歳なんですか。私ですか、もういくつに見えますかね、映ってないのか、まあ、それはまた これはちょっとね、公開するということであ、まあ、もうすぐ俺誕生日来るし、あ、うん、あ、なんか静かになったよ、その日誰もいないんですよ。そうなんだよね、まあいいんだけど、私の恋はってやつね、もういいか、南の思いやすいません、すごい誕生日一緒なんだよね、懐かしい話題に一緒なんですよ、楽屋の人たちしか知らないみたいな、絶対忘れないから嫌なんだよ俺いつも、なんか走ろうとしてますけどいや松田聖子世代だから、どうして松田聖子ジョージの誕生日思い出してしまうんだよ。そう、一緒なんだよ、一緒ですよ。だから絶対忘れないよね。山田花子さんとも一緒。いいじゃないですか。いいですよ。まもなく。いいですよ。まもなく。右と左に、はい、聖子ちゃんと花子ちゃん。花子ちゃんがいるんですよ。南の島を、まあ、あの。僕ファンは中山美穂さんだったんで。また間違えて、ちょっとね、微妙に3月の、あ、まあ、やばいや、もういいですけど。かといって、美穂さんがここに来てくれるわけじゃないんで。そうそう、はい。美穂ちゃんみたいな。中山美穂ちゃん。ていうか話がどんどんずれるじゃん。そうです、まあ、食事にも、これからも、慢心することなく、はい、大里さんにとって最適の食事は何かということはもう決めつけることなく、そうですね、探っていきたいと思いますね。そうですね、はいはい、でまあ基本は我々はとにかく人間の思いでお猿さんに押し付けるということは最悪ですね。ないです。まあやっぱりね、ゲーム同じじゃないですか。やっぱりお猿さんが教えてくれるし、お客さんが教えてくれるし、っていうことで、やっぱりおさ食事もそうなんだよね、はい、やっぱりお猿さんが教えてくれるんだよ、はい、教えてくれますね、いろんなこと。いやー、重鎮は重い言葉でまとめるね後半ですから、これ今日の後半の締めはそろそろ締めなんです。まあしょうがないですよ、だってなんかムカついてるけど、ね、レイジがなんかそんなこと言っといて、あ、今から後半取るからな、真面目に喋れよとか言っといて真面目に喋ったらどっちやねんっていう。まあ今ゴルフさん以外みんな正座してるしね逆らえないし、そんなことない、そんなことないです。まあでもまあ我々笑いながらも今ゴルフさんのことは本当に我々が
つけるたり、それを決めつけたりすることではない。このプランは、おさむさんからもらえない。それから、マテイさんやレイジさんは、自分の見たことからもらえない。もう、それはもう俺たちから学ぶしかないよね。ここに大事な例が2人いるからね。お客さんも声聞いたら分かると思うよ。声で見た方が分かると思うよ。ですね。まあ、あの、一人あの、今日は行ってきたんですけど、レイジさんだけいるんですけど、レイジさん、時々川口の方は寝るんですか？僕までにです。おー、はい、数ヶ月に1回。おー、なるほど。はい、なるほど。ということで、またレイジさんは、はい、いいじゃないですか。ちょっと生々しい話。生々しいね。この抵抗、いつも抵抗するレイジがこうやって出ると思わなかった。すんなりね。ああ、ね、そうそう。すごい、なんかやるわるなこと。そうそう、俺熊本行ってて、ちょっと YouTube 撮るから、ちょっと一緒に撮ろうよから、いや、僕は出ません。絶対出ません。撮りたくありません。とか言うから、固くなり言ってたんだけど。今日声だけだからね。あ、そうそう。まあ、声、それもありますし。うん、まあ、やっぱりお猿さんがやっぱ主役でやりたかった。いやなんかなんかもっともらしいこと言うけど、なんか本当そうなの。いや本当そう、そうです。いやでも今ちょっと何それ、眉毛を綺麗に剃ってるの。剃ってないですよ。向いてるんですよ。お前だけだよ、この中で眉毛を綺麗に揃えてんの。いやいやいや、そんなことないですよ。はい、まあそんなわけで皆さん、はい、YouTube チャンネル登録またよろしくお願いいたします。グッドボタンお願いします。阿蘇猿回し劇場もよろしく。川口湖猿回し劇場もご来場お待ちしております。お待ちしております。ということで、ぶっちゃけ生トーク、ガラクタトーク、これで終わりでございます。またのお会いを楽しみにしております。ありがとうございました。ありがとうございました。